のりもインキも使わず多色刷りができるタックカラー紙版画をよりきれいに刷り取る方法をご紹介します。まず説明書ではずらして重ねた3枚の刷紙を水に濡らすと書いているところです。水を入れた容器の中にローラーでインキをつけて刷り取るタイプの刷紙をつけてみます。今度はタックカラー用の刷紙をつけてみます。あっという間に水を吸収します。セットに入っている紙でなければきれいに刷れませんので、違うものは使わないようにしてください。触ってみてツルツルの方が表、ザラザラの方が裏です。刷り紙は一人一人ではなくまとめて用意しておいた方が効率よく作業ができるので、10枚ほど重ねてずらしていきます。濡らすと裏表が分かりにくくなるので、私は必ず右下に鉛筆で印をつけています。これを重ねたまま水にくぐらせて端までたっぷりと水分を含ませます。3の濡らしたすり紙の余分な水分を新聞紙で吸い取るというところがとても重要なところです。たっぷりと濡らしたすり紙を新聞紙のような吸水性のある紙で挟み、さらにクリアファイルに挟みます。ここでできるだけしっかりと水分を吸い取るのがポイントです。水分が多すぎるとにじんでしまいますので、できるだけ水分を絞り切ります。手で押さえたぐらいでは絞りきれないので、床に置いて足で踏むといいでしょう。4のすり紙を乗せてすり取るところにもいくつかポイントがあります。すり紙には名前が書いていないので、版を載せる紙に名前を書いておきます。版はデザインに関わらず必ず縦長に置いてください。すり紙は右下に印が来るように持ち、位置を決めたら版の上に一発で置きます。一度置くと色がついてしまうので置き直しはできません。すり紙が乾くと色が移らなくなるので、すぐに濡れた紙をかぶせておきましょう。版とすり紙がずれないように気をつけてクリアファイルに挟みます。すり紙を乗せて挟むところまでは大人がするといいでしょう。説明書には手で押さえるようにと書いていますが、クリアファイルに挟んだまま床に置いて足で踏みましょう。この作業は子どもたちがとても喜びます。ただし飛び跳ねると弾みでずれることがあります。足の裏で擦るようにアドバイスをしましょう。最後に白っぽく残っているところをハサミの柄やスプーンなどツルツルとしたもので擦って写します。クリアファイルに挟んでおくと水分が蒸発せず紙がよれたり破れたりすることもありません。5番のめくると出来上がりは子どもたちから歓声が上がるところです。自分の作品は自分でめくらせてあげてください。すり取った紙は名前を書いた紙の上に乗せて乾かします。クリアファイルの内側は汚れているのできれいに拭いておきます。拭き取るにはすり紙を挟んでいたこの湿った紙がぴったりです。中がびちょびちょにならずにきれいに拭き取ることができます。タックカラー紙は2枚ぐらいは擦れるので、同じ手順でもう一度擦ってみましょう。一番最後にクリアファイルの中もきれいに拭いておきましょう。版と擦ったものは左右が反対になります。1回目と2回目きれいに擦れた方を切り取って台紙に貼りましょう。せっかく一生懸命に作った作品もすりでかすれたりにじんだりすると台無しになってしまいます。子どもたちの工夫や頑張りをそのまま写し取れるようしっかり準備しておきましょう。